ダッシュでいこうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。はい、ということで、前回の動画に引き続きね、今回もやっていきたいんですけども、今回、短距離の週ということで、大物ゲストでます。どうぞ。サムネの感じと違うんだけど。サムネの職じゃん。声が漏れちゃってるんですけど。山田さん、どうぞ来てください。ということで、前回の動画に引き続きね、タクシー選手とポサオに来てもらってます。東洋スペシャルです。本当東洋スペシャルだよ。すごいよこれって。みんな二大総集賞を揃えろって言ったら結構むずいから。いや、そうだよね。無理だよ。無理だね。東洋 OB 会とかないと来ないから。それ行かないか。今日はタクシさん走りません。今日はタクシさん走りません。今日はね、小沢が2年ぶりにスターティングブロックを蹴るということで。やばすぎ。とりあえず小沢がスタブロック蹴るとなんかとんでもない再生数字に行くっていう。気づいた。俺の足は金になる。やっぱ風にスピード J ということで。俺と周平しか伝わんねえ。小沢もなんとわかります。早速ブロック蹴っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。楽しくてダッシュで行こうぜ。いや、動きいいな。もう10秒台出るな、あいつ。やば、試合出なきゃ。足の技術とその動かし方に筋力がついていってないよ。もう上半身がもう耐えれてない。体が動いてるから。すごいよ。タケチ今50走ったらどんぐらい？わかんない。何秒ぐらいなんだろう。周平とさ、ツーショットキモすぎ。タケチさん、スタートアウトお願いします。何す、総主将にお前お願いする日が来るとは。来たよ。もう緊張するな、普通に。10メートル対決。対決よ。ああ。やったー。やばっ。やばっ。すげえな、マジで。単純に足速い。田口も足速いんだけど。足速い、いただきましたよ。30メートルぐらいかな、こっから。すごいね、この2人の横に田口が横にいるのめっちゃおもろい。4秒11。小野さんが現役の時は380とか7ぐらいですけど、やっぱめっちゃ違う。309でうわって言ってた。意識高。意識高。ちょっと怖いな。大丈夫ですか。ちょいピクかな。ゴール直前ちょっと。えっ、どうした。ほんとに？もう手が死んでます。筋力ないやつのあれ、中学生とかあれだから。いや、なるよね。優しい。そこ空気で分かった。空気で分かった。ちょっと雨が降ってきた。はい、2年ぶりに小沢がブロックを蹴ったら、はい、やっぱり早かったということで、久しぶりだったんで、足が怖いっていうのと、僕も流しの時ちょっと足怖くて、お互い全然出し切れてないです。なるほどね。でもいい練習でした。速い人と走れると僕やっぱ置いてかれるんです最初。ああ、なるほどね、はい、こうやって体勢つけとくと落ち着いたレースできるんで、今のところ30と50しか走らせないんで、はい、そろそろ僕が100走らせるように頑張ります。はいはい、僕の結果次第なんで、来年、頑張ります。はい、小沢と TKD の120、8割でいきます。完全にタンク切れ。そうだね。いや、でもあのこうやって撮影に呼ぶことによって、父さんどんどん速くなってくれて。確かにね。何より速くなってくる。速くなってるかな。俺もね、そんな気がした。プライベートでウェイトしに行きます、一緒に。なるほど。ということで、本日は以上になります。またお会いしましょう。はい。
練習終了後です。お疲れ様でした。いきなり来たね久保さん。え、まあ、田口さん待ってます。やべえやべえ久保さん。え、吉木さんは大丈夫です。吉木さん余裕。吉木さん余裕。撮影が12時前ぐらいに終わって今何時ですかね。今4時10分です。何事？タイムリープした。タイムリープしちゃったな。なんか気がつけば全身がしびれ始めて本当笑えないんですけど、全然笑えないですけど、軽い脱水症状、熱中症、熱中症が多分主なのかな。田口さんの車に乗ってたら、まあ、一回無理だね。どっかね、どっか茂みに吐いたんです、はい、吐いた後すごいスッキリしたから大丈夫だなって。もう本当に乗ってちょっとすぐだね。全身がしびれ始めて、しびれ、うん、足もつり始めて、あ、死んじゃう痙攣とかしてた症状的にちょっとヨシキさんのフルマラソンの時と似てたんで、時間経てば治るかなと思って氷とか水飲ませたりして耐えてたんですけど、飛びそうって言われたんでこれはいかんと、さすがに救急車呼ん でしっかり点滴今打って完全回復ということで、まあ足以外ってことですよね。点滴打ってきました。はい、はい、ワクチンじゃないですよね。そう、ワクチンはもうちょっと前に打って、前に打って打ってあるね。湿度高い時の練習気をつけた方がいいなと思います。いやー、結構笑えないですよね、うん、本当に何もやってないのはこの人っていう実証できた悪い実証の仕方しちゃったけど大学の時一緒にお酒たくさん飲んでて、酔っ払うと気持ち悪いで救急車呼んでくれってよく言ってたんで、今日もちょっと言ってたんですよ救急車呼んでくれって。ちょっと安心したんですよ僕それ聞いて確かこれ言ってたなと思って、意識もあったし、しびれとか痙攣の感じとか飛びそうっていうのがワードとかで、これはまずいってなって呼ばせていただいて、無事で大丈夫ですか。しました。いや、とんでもないです。いや、本当に良かったです。撮影に耐えうる体を探していこうと思います。こそれを、ゆっくり演技、今日は本当に安静にして帰りましょう。おとなしく帰りますか。ごめんなさい、おかけしました。いや、一日お疲れ様でした。すいません、よかった。元気。